NBA の歴史を振り返ると、これまで数多くのスーパースターが登場してきました。しかしその中には一度もリーグの頂点に立つことができなかった選手も存在します。ということで、今回は輝かしいキャリアを送りながらもチャンピオンリングを持っていない選手をランキング形式で紹介していこうと思います。第10位、レジー・ミラー。18年のキャリアで5度のオールスターや3度のオール NBA チーム、スリーポイント成功数歴代3位といった実績を残したレジー・ミラー。歴代屈指のクラッチシューターとも評されるミラーは、プロ入りから引退までペーサーズ一筋を貫きましたが、優勝に届くことはありませんでした。ミラーが現役だった時期、ペーサーズは18年で15回プレーオフに進出。そのうち6回はカンファレンスファイナルまで勝ち進んでおり、ペーサーズとミラーには優勝のチャンスが何度かありました。しかし90年代はニックスやマジック、そしてマイケル・ジョーダン擁するブルズといったイーストの強豪相手に惜しくも敗退する年が続きます。そして唯一ファイナルまで勝ち進んだ2000年も、シャック&コービーのレイカーズに敗れ、優勝を逃しました。このように一度もリーグの頂点に立つことなく引退したミラー。しかし、たとえ優勝経験がなくても、ミラー本人は自身のキャリアに全く後悔はないそうです。チャンピオンリングのために移籍するなんて選択肢はありえなかった。ミラーは後にインタビューでそう語っていますが、最後までチーム一筋を貫いたミラーの生き様は最高にかっこいいと思います。第9位、パトリック・ユーイング。90年代の NBA は、アキーム・ラジュワンやデビッド・ロビンソン、シャキール・オニールといった選手たちがゴール下で暴れ回ったセンター全盛の時代でした。そして彼らと並ぶほどの実力を持つビッグマンでありながら、一度も優勝に届かなかったのがパトリック・ユーイングという選手です。11度のオールスターや7度のオール NBA チーム、3度のオールディフェンシブチームという実績を残し、長年にわたってニックスのエースを務めたユーイング。そんなユーイングが優勝できなかった一番の原因は、マイケル・ジョーダンの存在です。ニックス在籍時代、ユーイングはプレーオフで5回ジョーダンのいるブルズと対戦しましたが、全てのシリーズで敗退。またジョーダンが野球選手に転向していた93-94 シーズン、この年はユーイングにとって千載一遇のチャンスであり、ニックスもファイナルに進出しました。しかしニックスはロケッツに3勝4敗で惜しくも敗退し、ユーイングもオラジュワンとのセンター対決に敗れた形となりました。このようにジョーダンやオラジュワンという怪物たちに阻まれ、ユーイングは優勝を果たすことができませんでした。第8位、ラッセル・ウェストブルック。今シーズン、良くも悪くもリーグを最も盛り上げている男、ラッセル・ウェストブルック。ラスはこれまでのキャリアでシーズン MVP1 回、得点王2回、アシスト王3回、オールスター9回、オール NBA チーム9回、シーズン平均トリプルダブル達成3回、通算トリプルダブル回数歴代1位などといった実績を残しています。このように個人としては多くの栄誉を手にしているラスですが、チャンピオンリングだけは未だに持っていません。そしてラスが優勝できない理由については、本人のプレースタイルに問題があると指摘する声が多いです。ずっとボールを持たなければ活躍できない。ターンオーバーが多い。スリーポイントの確率が悪いのに乱発する。このような批判を受けているラスは、チームを優勝へ導けない選手というレッテルを貼られています。今シーズンからレイカーズに加入したラスは、レブロンや AD という強力なチームメイトを得ました。彼らの脇を固めるサポーティングキャストも充実しており、ラスにとってこの1年は失敗しても言い訳のできない勝負の年となりそうです。果たしてラスはレイカーズを優勝へ導き、汚名を返上することができるのでしょうか。第7位、クリス・ポール。リーグ屈指の正統派ポイントガード、クリス・ポール。オールスター11回、オール NBA チーム10回、オールディフェンシブチーム9回、アシストを4回、スティールを6回など、歴代のポイントガードの中でも最高クラスの実績を残しているポールですが、未だに優勝することはできていません。そしてポールがチャンピオンリングを持っていない理由として、一番に挙げられるのは怪我です。タレントが揃っていたロブシティ・クリッパーズ時代、ポールを含め主力選手が毎年のようにプレーオフで負傷し、カンファレンスセミファイナルまでしか進めませんでした。さらに、ロケッツ時代もファイナル進出目前だった2018年のプレーオフでポールは負傷離脱。これによってシリーズの流れは変わり、ロケッツはウォーリアーズに3勝4敗で敗れました。このように、怪我のせいで報われないキャリアを過ごしていたポールですが、2021年、
36歳にして初めてファイナルの舞台にたどり着きました。ようやくクリス・ポールがリーグの頂点に立つ日が来るのか、そう期待したファンも多かったのですが、結果的にはポールの所属するサンズはバックス相手に2勝4敗で敗退してしまいました。現在キャリア17年目を迎え、引退の日も近づいてきているポール、果たしてポイントゴッドはキャリアの最後に優勝トロフィーを掲げることはできるのでしょうか。第6位、ジェームズ・ハーデン。長いヒゲがトレードマークの最強スコアラー、ジェームズ・ハーデン。シーズン MVP1 回、オールスター9回、オール NBA チーム7回、得点王3回、アシスト王1回などの実績を残すハーデンですが、優勝経験はありません。そしてハーデンが優勝できていない一番の理由は、2010年代後半に王朝を築いたウォーリアーズの存在です。2015年から2019年までの間に、ハーデンのいるロケッツはプレオフで4回ウォーリアーズと対戦し、いずれも敗退してしまいました。このように、ロケッツ時代に悔しい思いをし続けたハーデンは、2021年にトレードでネッツへ移籍し、デュラントとアービングと共に超強力なビッグ3を結成。しかし、優勝候補筆頭として迎えた2021年のプレオフ、ハーデンは怪我を抱えながらのプレーで調子が上がらず、アービングも負傷離脱してしまったことで、ネッツはカンファレンスセミファイナルで姿を消しました。そして今シーズンもネッツは本来なら優勝に最も近いチームのはずでしたが、アービングの欠場問題という不安を抱えています。現在32歳のハーデンですが、果たして今後リーグの頂点に立つ日は来るのでしょうか。第5位、スティーブ・ナッシュ。2000年代を代表するポイントガード、スティーブ・ナッシュ。シーズン MVP2 回、オールスター8回、オール NBA チーム7回、アシスト王5回、50-40-90 達成4回。18年のキャリアでこれだけの実績を残したナッシュですが、優勝経験はなく、ファイナルには一度も出場することができませんでした。そしてプレーオフでナッシュの前にいつも立ちはだかった存在。それはサンアントニオスパーズです。ナッシュはサンズ、マーベリックス、レイカーズの3チームを渡り歩きましたが、キャリアを通してプレーオフで8回スパーズと対戦。しかしその成績は1勝7敗と、ナッシュのいるチームはスパーズ相手にほぼ毎回敗退しています。このようにスパーズという強大な壁に阻まれ続け、ナッシュはファイナルの舞台にさえ立つことができなかったのでした。第4位、アレン・アイバーソン。かつて NBA でカリスマ的な人気を誇った小さな巨人、アレン・アイバーソン。シーズン MVP1 回、オールスター10回、オール NBA チーム7回、得点王4回、スティール王3回。これらの実績を残したアイバーソンですが、一度も優勝には届きませんでした。アイバーソンが無冠のままキャリアを終えた理由としては、まずチームメートに恵まれなかったことが挙げられるでしょう。アイバーソンが全盛期だったシクサーズ時代、チームのロスターには他にスター選手はいませんでした。唯一ファイナルまで勝ち進んだ2001年も、シクサーズはほとんどアイバーソンのワンマンチームと言っていいような戦力でした。また長くボールを持ちすぎるプレースタイルも、アイバーソンが優勝できなかった理由だと指摘する専門家もいます。実際、ナゲッツ時代にはアイバーソンが放出されて、正統派ポイントガードのチャンシー・ビラプスが加入した途端、チーム成績が急上昇しました。周囲の力を引き出すプレーができないこと、それがアイバーソンの弱点だったかもしれません。どんなスーパースターでも一人の力では優勝できない。アイバーソンのキャリアを振り返るとそのことをしみじみと感じます。第3位、エルジン・ベイラー。1960年代にレイカーズで活躍したエルジン・ベイラーは、歴代屈指のスモールフォワードと評価される選手です。オールスター11回、オール NBA ファーストチーム10回という実績に加え、キャリア平均 27.4 得点、13.5 リバウンドという優れたスタッツを残しているベイラー。そんなベイラーが無冠のままキャリアを終えた理由は、なんといってもセルティクスの存在があったからです。当時、ビル・ラッセルやボブ・クージーらを擁するセルティクスは、1957年から69年までの13年間で8連覇を含む11度の優勝を成し遂げました。ベイラーが所属していた時期のレイカーズも8回ファイナルに進出したうち7回はセルティクス相手に敗退しています。このように、王朝時代のセルティクスの一番の被害者といえる存在がベイラーなのかもしれません。第2位、チャールズ・バークレー。90年代を代表するパワーフォワード、チャールズ・バークレー。
シーズン MVP1 回、オールスター11回、オール NBA チーム11回、リバウンド王1回といった実績を残したバークレーですが、優勝に届くことはありませんでした。そしてバークレーが最もリーグ制覇に近づいたのは、92年から96年までの4シーズンを過ごしたサンズ時代です。当時、サンズにはバークレー以外にもケビン・ジョンソンやダン・マーリーといったオールスター選手が所属しており、選手層の厚さではリーグ屈指のチームでした。しかし93年はファイナルでマイケル・ジョーダン率いるブルズに2勝4敗で敗退。そして94年と95年は2連覇を成し遂げるロケッツにカンファレンスセミファイナルで敗れました。このように3年続けてチャンピオンチームの前に涙を飲んだバークレーとサンズ。その後バークレーは優勝を果たせぬままキャリアを終えました。引退後バークレーはコメンテーターを務める TNT の番組で優勝経験がないことをいつもシャックにいじられており、その度に過去の敗戦を悔しく感じていることでしょう。第1位、ジョン・ストックトン、カール・マローン。80年代後半から90年代にかけて強豪時代のジャズを支えたストックトンとマローン。ストックトンは通算のアシストとスティールで歴代1位、マローンは通算の得点で歴代2位と、リーグ屈指のポイントガードとパワーフォワードのデュオだった2人ですが、優勝に届くことはありませんでした。そして2人のリーグ制覇への道を阻んだ男、それはマイケル・ジョーダンです。ストックトンとマローンの所属するジャズがファイナル進出を果たした97年と98年、ジャズは2年続けてジョーダンを擁するブルズの前に散りました。このようにマイケル・ジョーダンという絶対的な存在を超えることができず、ストックトンとマローンは無冠のままキャリアを終えました。ジョーダンと同じ時代に生まれたこと、それがストックトンとマローンにとっての不運でした。そしてその2人以外にもバークレー、ユーイング、レジー・ミラーというスター選手たちをことごとく打ち破り、90年代を支配したからこそマイケル・ジョーダンは神格化されているのでしょう。以上で今回のランキングは終了です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。